주가. 오, 난다 키류사. 안타 마다 이키테다나. 오? 오이 오이. 비. 와리가. 他に 行く とこが. 저. 저. 本当に無作る。大丈夫です。いや、謝ることはないけどさ。分かってる。私の兄が迎えに来るまで。お兄さん。ああ。ただ電話しても繋がらねえんだ。お兄さんってアジア外にいるはず。なんだ。カムロ町の中か。でもアジア外なら 桐生さんだな。橘に会いに来た。で、分かってる。止めに来たわけじゃない。陳さん。ああ。橘は無事なのか。来ればわかるよ。 前に比べて体が弱ってるね。連絡。それじゃ。 橘。 牧村誠はカムロ町に来てる。 小田さんから聞いた。 お詫びします。 あなたには。 立花。はい。小田は。どういうことですか。それで大阪を出たきり、小田。おそらく。 母と妹は人生を狂わされたんです。立花。日本人の血を引く私は中国。その表現は私は周囲の人々に常に怯え、その後中国で日本人と蔑まれた。私蒼天堀に来てからは 一度、黒の世界に足を踏み。
私は彼女たちを探すため蒼天堀を出るとモテる近く探してどうするつもりか。ただ私が中国でも分かったのは一足違いで妹が、それともう一つ妹に、それが、ええ、堂島組は最後彼らの計画通り全てがうまくいけばその金は何倍にもなってる。しかし殻の一つも妹は、ああ、だから私はそのことに気づいた時点で堂島組、おやすさんを交渉相手にやる。風間さんが堂島総平に、今以上何、堂島総平の力はすでに小物が大きすぎる力を持った時の暴走を、堂島総平が殻の一粒を手にすれば、そしてゆくゆくは東城会の三代目です。風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに、堂島組よりも早く殻の一粒を手にして。それじゃ立花不動産は、立花不動産の誕生、そして殻の一粒に待つ。私は妹に会うため、風間さんは、ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花桐生さん、私は妹に、シャオチョウに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ立花だ。お前らの狙いは立花なんか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。お前！
西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？桐生さん、陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエ殻の一つもの殺し屋、一見荒い仕事に見えて警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと？彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。リーホは少佐ゲイを招来無償道で命令并没有要求我杀你。なんて言ってる？奴の狙いは私を生き取ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが、橘、よせ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。橘さんが
道島組に連れ去られたから3時間という。渋沢という道島組の幹部がここで立ち話す。渋沢は小田は渋沢の犬だった。立花さんに私が渋沢と。くっそ。約束はできんが手は尽くして。空の一つは立花さんと牧村誠の、うん、彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に、おそらく意図的に。どういうことだ。この時牧村源三には牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た。これは私皮肉なものだ。こう思う親の気もだが、悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せば。場所さえ分かれば俺が行く。立花を救い出す。そ望むところだ。結構。では立花。キリュウ、道島君探したぜ。お前もいい加減目障り。ったくよ、今どんな気分だ。たちあいつも今頃落ちんだるかもな。錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。キリュウ、立花は今久瀬の兄貴が拷問。それでもまだ。立花は今だ。俺ら下っ端には知らされてない。もしし。よし、俺らが見届け人になってやる。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ、錦山。極道ってな。どいた。てめえ、俺のこと言ってんのか。空の一坪は直堂島の手に落ちる。俺がそんなのを黙って見てると思うか。違うか。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ。今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦。
しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ行くぞ。負ける。意識。うん？牧村誠をそこにかくまっている。そうか。さあ行くか。ちょっと待てよ。Yeah!
キリュウ。キリュウさん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん？お兄ちゃんって。わかった。兄が。兄って立花？え？この子。いっぺんに聞くな。なんで？立花をさらったのは渋沢。大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない、俺が。アジア街の顔役カルタ、電話してくる。俺も行くぜ。兄をお願いします。わかった。急ごう、キリュウ。アジア街から立花の。ああ、アジア街の顔役ってのは信用できるのか。ああ、俺は立花が連れてかれた後、キリュウさんだね。陳さん、空の一坪に隣接しているハイビ七福通り沿いにあるクレッシェンドビルだね。人数は7人程度。ああ、クゼは渋沢の命令で動いているようだ。よほど後がないらしい。分かっている。立花さんを頼む。錦、分かった。キリュウ。なっ、何すんだよ。おい、キリュウ。謝ってください。キリュウ。牧村のことはずっと立花の。じゃあ次、六本目行こうか。ああ、七本目もまとめていっちまった。
私の口割れますか。なめやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久世さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらねえ兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺が自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだよ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい悪いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだろ。そうかい、なるようになっちまうもんだな。Yeah!
遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい立花、よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花、キリュウス、ラオグエよ。操ってるのはドージマ総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人はドージマが引いています。クガ様ぞ、立花。なんでこんなことに。こんな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。そいつが誰なのかまだ分からねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一つを近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東条会に戦争を。知ったことか、キリュウ。女を渡せ。東条会全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東条会を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化け合った。本物の極道に。
雪村誠の行方は。もう許してください。さっきの異性はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てっつってんだろうが。助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっとこの野郎、うそくたまねしてんじゃねえぞくれ。収穫あったか、マジマちゃん。ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ。立場そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。そうなりゃお前はもう終わりだ。ああ、だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない？俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間がカムロ町で羽ばき、せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直にお。ダメだ、島野には言えねえ。勘違いすんなよ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合には島野からか。何やと。近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に。そうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ。東上界が。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。そう、島野は東京、近江の東京進出を許す見返りに、その時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うこと。もっとも女殺す役にはお前。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どけど近江連合の上はそれで承知した。せやったらあんたへの見返り。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今はそろそろ休憩は終わりにしろよ。まじまちゃん、結局立場とりあえず探す当てがねえ。そこに何かある。さ
最近まで橘不動産の人間が出入りしてたって。